半間岩先生です。フリーエネルギーでですね、モーターとモーターを回して発電して、モーターを回してまた発電してというのはね、中に電池を入れてて回してたりとかしましてね、片方のモーターの中に電池が入ってて。で、まあ確かにね、難しいですね。で、ただね、私が、人間が作ってるいろいろなね、方法から考えた、フリーエネルギーというのはありますね。なんでフリーエネルギーみたいなもんですね。が、完成していますよ。水をね、アルミの電気分解でね、気を作ってですね、酸素と水素と水素水を作って、それを爆発させてエンジンも回してですね。で、そしてエンジンから発電機を回して、また、その電気分解に流してですね、初めはバッテリーでね、電気を流して電気分解下しにブレブレ。ますけども、言うなれば、アルミ電気極と水の電気分解によって電池を作るわけですね。で、アルミがどんどん消耗していくわけですね。それプラス水を水素と酸素と水素水ね、を作ってね。で、ただ単な繰り返しだとエネルギーが足んないんで、アルミ電極電池ということでね、そのアルミを、アルミ電池でアルミがどんどんなくなっていくわけですね。のエネルギーと水のエネルギーですね、をうまく効率よく展開していって、これが現在一番手軽でいいんじゃないですかね。ほとんど無害ですし、水とアルミですよね、そのエネルギーは。それがなくなるわけです。そういう方法で、もう自動車も全部それでいいんじゃないですかね。もう、ね。で、交換は水と電極ですね。アルミの電極ですね。それを何年に1回かな。水はしょっちゅうね、なくなるんで、入れればいいんですけども、電極のアルミですね、これを交換すればいいわけですね。だから、それ以外は何も、ガソリンも必要ないんですよね。だからその繰り返しで回るから、家庭の電気も発電機もそれでいい、全部賄えちゃっているわけですわな。で、一番簡単な方ですね、フリーエネルギーの方法。まあ、フリーエネルギーじゃないですけども、アルミと水がなくなりますけどね。一番、まあ、これはまあ人間たちが見つけた内容ですね。
水素水というのを使って、ね、ガソリンを浮かすなんていう方法ね、なんかやってて、少しは浮くと、ガソリン代が浮くというようなことから、プラス、ね、水素、アルミ電池っていうね、もう出してますね、で、それを取り入れてるわけですね。それで、なんか知んないけども、バイクなんかとかいうの、水だけで走る、ね、作ってますけども、そういうので、内容は言わなかったですけど、電気分解のところはね。あと、パルスとかいうのは、あまり関係ないけども、条件は大事ですね。まあ、噴射するね。爆発させるエンジンね、うまくね。それは必要ですけど、タイミングですよね。ということでね、考えて人間が作ってるんですね。だから、うまく私が網羅して、ちゃんとしっかりした理論というか、原理でね、フリーエネルギーということが完成してるんじゃないかということでね、ちょっと、全然電気代もいらないわけですね。そのフリーエネルギーですね、私の言った原理でね。電気自動車は全然お金かかんないけどね、月1000円払ったらもう何回でも充電がただですからね。ガソリン代も全然かかんないわけですね。タクシーなんかも月1000円だけのね、だけで運転できるんでしょ。タクシーは